さあ筒香、7月の14日今永がこの投げた試合以来の一発が生まれるか。完璧だ、入った。今永が投げて、そして筒香が打つ。久しぶりの2週間ぶりのホームランが生まれました。大きな一発、先制のツーランは筒香です。2対0になりました。今永そして筒香コンビ、今日も2人が躍動しています。今はカーブですかね。バッチリタイミングになっちゃいましたね、はい、この変化球を狙っていたかのようなスイングですね、いい当たりだ。これは前進守備の丸の頭の上を越えた。越えました。待望の3点目、3対1。浅く守っていたセンター、通常の守備位置であれば完全に取れた打球かもしれません。どうですか今の1球、まあ大阪がねうまく打ったと言いますか、はい、あの守備位置ですからね、はい、飛ばせば、うん、そうですね、出てくるというのが分かってる、はい、まあ、あの辺に長打ある。ピンチは作りましたが、ツーアウトまでこぎつけています。決め、空振り、空振り、キャッチャーが一塁へ送球。 DeNA ベイスターズ6連勝、ついに勝率5割に戻しました。3対1。昨日京都カープを連覇、首位戦線に食い込んでくる DeNA の大きな波がやってきました。今永も4連勝、今永も 5割に戻しています。いやー、牧原さん、ついにこの接戦をなんとかしのいで勝ちましたよ、勝ち切りましたよ。いや、ね、やっぱりああいうピンチ作ってもちゃんとしのぐし、まあ須田映ってますけど、今永須田、あの須田の場面は非常に圧巻でしたね、あれもね。うん、今永はこれで4勝4敗になりました。まあ、内容的にももう申し分のない、自分のエラーで7回は1点を取られたんですけれども、その後は須田、そして三上、